この度は私事のために、お集まりいただきまして、お忙しい中誠にありがとうございます。この度高橋翔さんとの離婚が成立いたしましたことを応援してくださいました皆様、感謝の思いとともにご迷惑をおかけしてしまった共演者の方、関係者の方々にお詫びのお言葉もお伝えしたくて、今日この場を設けさせていただきました。お忙しい中本当にすみません、ありがとうございます。ようやくという感じですか。そうですね、はい、離婚が成立しまして、今気持ち的にはどのような風に感じていらっしゃいますか。正直なお話させていただきますと、今回 の離婚成立があまりにも急展開だったので、正直私自身もすごく驚いております。そうしますと何かがあったわけですか、この数日間の間に。それが私もわからないんですよね。弁護士さんを通してでもそういうお話というのは伝わってきてないでしょうか。はい、すみません。なんかこう決定的な情報が出てきたとか証拠があったとかそういうことでもなく、でもまあ、いつものように段階を経て、裁判の方が続いていましたので、まあ、その段階で何があったのかというのは私は分からないんですけれども、はい、まあ、急展開だったんですが、まあ、嬉しい結果となったので私としては安堵の思いでおります。円満ということは何かその条件というのはどのようになっているんですか。そうですね、まあ、円満という離婚成立ということなんですが、娘のことを思って円満という形を取らせていただくことにしました、ことを思ってというのは、ジョージさんはずっとこれまでご嬢さんには会いたいという気持ちを伝えていらっしゃいましたけれども、そういうことも条件に入っているということでしょうか。ちゃんと面会交流の方も、裁判また調停を重ねていましたので、娘の意思を尊重するということで、両方ともに同意のもと、はい、ちゃんとそちらの方も、はい、じゃあお嬢さんはどのように伝えました。今回まあ、離婚というものが決まったよっていうふうに伝えましたところ、本当におめでとうって、よかったねって、すごい喜んでた、喜んでるって、いうことを伝えてくれました。本当に母親として申し訳ないなと、ずっと、逆にこの成立、新婚っていうものを出し取ることができましたか。ああ、よかったっていう気持ちとともに、逆に今まで以上に娘のためにも身が引き締まる思いというか、なんかちゃんと責任を持って彼女を守っていこうって改めて決意しました。娘の離婚が成立しまして、離婚届の方は提出されたという。はい、美香さん。はい、美香さん、ご自身ではなく、私が行ってまいりました。その時の気持ちというのはいかがですか。それが全く実感なかったです。まだ本当に今日のこの日を控えているということもありましたし、あまりにも急展開でまだ自分の中で心の整理もこの心境を言葉に変換するということがまだできていないので、多分これから少しずつ実感は増えていくのかなと思います。実質年数だけで18年間の結婚生活だったので、まあ、結婚早かったですが、もうしっかりとやりきったかなというものは自分の中で自信を持ってありますね。出す上司さんに送る言葉というのは、本当にそうですね、今回の離婚裁判というのは両方ともに、なので彼にとってもものすごく辛いものだったと思いますので、
本当に今回を機にまた新しいスタートを切ってもらえたらいいなというふうに心から願っております。新たな出会い、新たな恋はもう今一切あるわけないじゃないですか。気持ちとしてはありたいです、ね、全くないです。もういつかみたいなの正直もうめっちゃへこへこでも結婚は絶対のカリボリー。もうすごいですね、ちょっとお互いだと思いますが、傷が癒えるまでは癒してくれる人が現れたらどうですか。娘がいるし、母もいるし、ママ友や本当に近くのお友達や関係者の皆様や共演者の皆様や本当に応援してくださる道中で頑張ってねと声かけてくれる皆様に支えられているので、私はもう十分癒されてます。美香さんの新たなロードは今何色ですか。私はロードないです。ロードないですか。人生はありますけどね。はい、どんな、今回私仕事でここまでお騒がせしてしまったことをまずお詫び申し上げます。そうですね、多分皆様私たちを見ていて賛否両論あるとは思いますが、本当に自分たちがしてしまった結論ですし、自分たちの人生なので当事者たち、また娘が一番傷ついているので、どうぞ温かく静かに引き続き見守っていただけたら本当に嬉しいなと思います。そして本当にすいません、こんな自分なんかにお時間を割いていただいちゃって、なんかそれが本当に申し訳ないなと思いながら、精一杯これからは人としても母親としても精一杯頑張っていきたいなと、その精一杯っていう言葉を生き方で示していけたらいいなというふうに思っております。本当に本当に支えていただいてありがとうございました。また先方の方にも同じように私と同じように多分傷ついているとは思いますので、同じ芸能界というところでお仕事をしてますので、どうぞ温かく見守っていただけたらというふうに思います。ありがとうございました。